アッシュレイディオ。おはようございます。アッシュレイディオのお時間です。おはようございます。今日も元気に始まりました、アッシュレイディオ。なんかこの始まるまで何を話すかわからないっていうのはいいですよね。ドッキリ感がね、毎回、うん、始まるまで何を話すかわからないっていうのは視聴者がですか、こっちがですか。いや、僕がです。あ、どんな質問来るかわかんないし、はい。まあ、吉岡さんなんかある程度その、なんだろう、うん、シナリオというかね、一応常識人じゃなくちゃいけないんで。あれはあると思いますけど。ああ、でも確かにな、なんか質問事前にし、アシャンさんって知らないと思ってる人、うん、そんなにいないかもしれないですね。もう周知されてると思ってるかもしれない。 そうそう、でも全く知らないもんね。うん、何にも知らないですよね。だからやっぱその公演が盛り上がるのはそこですよね。めちゃめちゃライブ感、そう、知り得ないじゃないですか。うん、手品みたいな。確かに。ああ、そうか。っていう意味でやっぱライブっていうことの価値はやっぱどんどん深まって高まってきますよね。だから料理番組にしても、なんかもうっていうのがこちらですっていうのが、あれもう30分寝かせたのがこちらですとかっていうのがもう成立しなくなって、はい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 、なんかいきなりライブで食材渡されて、じゃあどうぞって言われて始まるっていうことの方が絶対面白いと思います。あ、料理の鉄人だ。料理の鉄人、そういう感じなんですか。料理の鉄人じゃなくて、その時間内に料理を作って対決するっていう。だからその、はい、30分かけたのがこちらですみたいな感じ。あ、違う違う、でも食材とかは違うじゃないですか。あ、まあ、食材はシェフが準備できますよね。うん、確かそうかな。じゃなくてもそこにある食材と調味料しか使えないっていう。ああ、そこのお宅行って冷蔵庫開けて、そうそうそう、例えばねみたいなっていうのをライブでやらなくちゃいけないんですよ。それがもし、うんうんうん、テレビの録画とか撮影とかだと、うんうん、もういやそれスタッフが準備したんじゃないのってなっちゃうじゃないですか。うん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 、即興だ。いや、トーチジャンとかねえよとかさ。あるじゃないですか、そういうの。即興だ。でもそうなってくると結構今後ライブができる人、要はそのあのアドリブが効くというか、人が話がうまいとか面白いみたいな、こう、くくりになっていくんですかね、なんかこう、うん、いや、そうです、そうです。いや、本来そうだったんですよ。本来はオーディションってあるじゃないですか、うんうんうん、オーディション全部そうなんで、オーディションは全部ライブじゃないですか。要はその人と審査員のが普通にその場で見るじゃないですか、うんうん、あ、そっかそっかそっか。だからそのオーディション勝ち抜いた人、要はライブに勝ち抜いた人がテレビっていう録画に出るっていう謎のこの逆転現象ありますよね。じゃあ本物の面白いお笑い芸人とかはこうライブとか即興でも、もうアドリブでも笑かすことができる。そう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 、っていう感じですよ。はい、あ、はいはいはい。だからますますその人の価値っていうのは高まって、ライブになればなるほど高まりますよ。うん、本物かそうじゃないかが分かるというか。そう、あ、やっぱ偽物が多くなってくると、そのどこに広告つけていいのかとか、うん、それに偽物に広告つけたら自分も溺れるっていうことになってくると、うんうん、やっぱどんどんライブの価値が高まるんですけど、うんうんうん、ただ日本のその広報っていうのが、うんうん、未だに電通にお願いしてるぐらいの話になっちゃうと、うんうんうん、なんかちょっと話が変わってきちゃうんですよ。まあ、そんな今日はライブの話から始まりました、アッシュレディオですけども、ちょっと質問来てますんで行きましょう。はい、いつも質問ありがとうございます。第455回、すごいな。涙の研修のエピソードトークが面白く、その時のアシナさんのお話で気になったことを質問させていただきます。アシナさんはサプライズをされるのが苦手とおっしゃってましたが、今まで女性にどんなサプライズをされたことがありますか？嬉しかったことや嫌だったことなどエピソードがあったら聞きたいです。逆に今まで女性にどんなサプライズをしてきましたか？また今後どのようなサプライズをしていきたいですか、かっこお子様や奥さんや仲間に対して。アシャンさんの今までのサプライズエピソードを聞いてみたいです。ああ、なるほど、すごく苦手な質問かもしれないですね。っていうのは、そのサプライズっていうことを、の多分解釈が違うと思うんですけど、要は僕からするとサプライズっていうよりも驚かせること、感動させること、楽しませることじゃないですか、それは普通に日常でやってるんですよ。ほう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 、サプライズしようって感じじゃないってことだ、はい、要は普通の人のサプライズってなんか、ちょっとこっち来てよって言ったらなんか違う友達がいるみたいな、そういう話ですよね。
なんかそれが1年に1回でサプライズしてますって、それサプライズしてなくねえかって思いますよ。あ、なんかご飯食べてたら誕生日おめでとうって書いたケーキが届くみたいな、はい、レストラン食べてて、はい、あ、そんなのサプライズ、それがサプライズかってでも多分それが普通のサプライズ、なんか、いや、なんですかね、それがなんかもっとこう日常というか、もう日常から、例えば、なんだろうな、例えば僕の妻だったら、うん、じゃあ妻の誕生日って言ったら、うん、とりあえず2泊できる準備だけしとけって言って、うんうんうん、どこに連れてくか分かんないとか、うん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 、ああ、はい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 、とかじゃないですか。あ、それがなんかこんなサプライズすごいだろうっていうわけもなく、なんかそういうことじゃないですか。ナチュラルというか、なんだろう。じゃあ吉岡さん、今日はこのホテルでご飯食べましょうか、もうサプライズって言えばサプライズだし、ああああああ、でそれはなんか別に普通に、ああああ、なんだろう、人を喜ばせる人って普通はなんか普通そうじゃないですか。ああ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 、いや吉岡さん、実は今日はですね、この2軒目用意してるんでっていうのは普通なんですけど、普通の人からすると、え、なんか、え、なんですかって、なんか別にそういうわけじゃないですか、ね、あー、そっか、だからもう全てをのこう矢印っていうか、あれが人を喜ばせるためにこうっていう風にやってるから、うん、だって僕、吉岡さんにホワイトモカのスタバのホワイトモカが好きだから、吉岡さんホワイトモカ買ってきたら、それサプライズっていう人もいるし、あ、だって吉岡さんこれ飲みたいですよねっていう人もいるしはい、はい、あー、そっかそっか、っていう意味でそのサプライズの質問をしてくるっていうことが苦手です。だからナチュラルにやってるんだよね。だから要はだって友達に結婚式頼まれた、結婚式の余興を頼まれた時に、結婚式の余興でまさかミュージカルが始まると思わないじゃないですか。うん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 、っていうことは普通に日常茶飯事的に僕もこれまで10回ぐらいミュージカルやってますから、結婚式の、うん、あ、マジで、はい、何、どんなやつだって。いや、半沢直樹のミュージカルからへぇ、リトルマーメイドとかライオンキングとか、まあ、要するに、へぇ、それをなんかこう、全部自作でそのシナリオとかストーリーを作って結婚祝うっていうことに持ってると思います。そういう、へぇ、でもそれをサプライズって自分でネーミングするのもすげえ恥ずかしいし、そっかそっか、だからもう人を喜ばせるっていうのが基準になってる人はもう常日頃から、まあ、サプライズっていうかもうそれが喜ばせることだけどっていう、そうです、そういう感じだよね、はい、だからというか、だから誕生日のサプライズっていう、そういう誕生日で何かうわーってやることがサプライズとするんだったら、うん、僕はそれめちゃめちゃ嫌いです。うんうんうん、誰もが想像できるじゃないですか。うん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 、ああ、はい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 、でその度に相手に対してなんかこう笑顔の強要をしてる感じが、あ、とか感動の強要をしてる感じがなんかちょっと苦手ですね。ああ、ほらいいだろみたいな、そうそうそう、あっていうのだから僕もそれをされるもこともちょっと苦手なんで、ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、だやるんだったらもう手足ぐるぐる巻きにしてアイマスクしてヘッドホンして、うん、っていうことこまでやってサプライズじゃないですか。あ、電波少年、そう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 、それぐらいの進む電波少年、そう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 まあ分かんないでしょうね、分かんないでしょうね、猿岩石とか知らないでしょうね、猿岩石ね、有吉、松本明子とかね松村とかね、松村とかね、うん、P プロデューサーでしたっけ、うん、T じゃないですか、 T か、ナスビとかね、ナスビとかね確かに。次の質問いきます、行きましょう。オンライン保存をして毎朝の通勤時にエナジーを頂戴しています。私の新卒1年目がもうすぐ終わりますと。1年目のテーマを客観的視点、自責思考として設定し、自分の中ではかなり満足感が得られ今年度を終えられそうです。そこで2年目のテーマを泥臭さに目を向ける、実績結果を出すに設定しようと思っていますが、これらについてお話を聞けたらと思っております。これからも毎朝楽しみにしております、よろしくお願いします、という。まず目標設定が1年スパンの時点でレベルが低すぎますね。こんなこと言ったら大変失礼ですけど、新卒1年目の頃に、それはなんか、それはなんかその
方も、うん、ちょっと意識がおかしいですし、うん、その周りの常識もやっぱおかしくて、うん、なんかこうみんなが1年っていうから1年っていうのはやっぱ僕の感覚としてはやっぱすごくおかしいですよね。1年かけないとできないことなのかって話。いや1年も想像できる人はいないし、うん、1年間も明確に想像できるんだったらもっとレベルの高いことになってますよ。だからそもそも1年の目標っていうことがもう文明に踊らされすぎてますよね。なんか、まあ、せめて1週間じゃないですか、目標立てるんだったら。あ、目標っていうかなんかあれじゃない、ポリシーみたいな感じじゃないですか。今年はこういう、なんて言うんだろう、目標っていうかなんかこういう感、うん、だから非常に無意味だと思います。え、じゃあ例えばこの方は1年目のテーマをこう客観的思考と自責思考って書いてるんですけど、うん、それは1年目のテーマっていうか、なんだろう、当たり前じゃん。いや僕からしたらね、なんだろう、客観的に考えたりとか自分の責任だって思うのは普通じゃない。テーマとかじゃないっていう話だ、もう。だからもう要はそう、でそのテーマを達成しないと次の泥臭さに移らないってこともおかしいですよ。それ全部1週間にできるだろうって思いますけどね。あ、1週間自分の責任にして、うんうん、1週間この1週間自分の責任だし泥臭くってやれば、それ、うん、それだってその人は2年かけてやろうとしてるじゃないですか、うんうん、1週間で達成できません。はい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 、はい、だから逆に言ったら2年経たないとその次の目標がないわけじゃないですか、うんうん、それはなんか成長の回転率というか、はい、あ、でもそんなことまで考えてないですよ。じゃあ2年経ってから3年目から次の目標を立てようとも考えてないんで、うん、ってことは目標をこう考えてないんじゃないですか。ってしたら目標自体が無意味になっちゃうんですよ、うん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 、っていう観点で無意味ですねってそうです。ああ、なんかこういう、なんだろう、定性的な目標、うん、こう数字とかで表せない目標だと思う、うんうん、ちょっと思うんですけど、うん、こういうのってこう達成できたできないって評価できにくい。え、評価できないんじゃないですか。ですよね。だからどう達す、だから目標って数字目標であるべきなんですか。ああ。目標もし立てるんであれば、例えば絶対数字目標です、立てるんであればね。はい。だから1週間に 何人のお客さんと会う、例えばですけど、うん、とか。ああ、なるほどね。それで言うと、うん、その数字の目標と感情的な目標ってすごく大事で、うんうん、だからその人だと感情的な目標がないからなんかちょっと違和感があるじゃないですか、ね、なんかもっとも、なんだろう、感情的なゴールをもっと設定するべきなんですよ。うん、もっと気持ちよく仕事をするでいいんですよ。あ、もっと気持ちよく仕事をする、もっと気持ちよく仕事をする、もっと楽に仕事をする、もっと、なんだろう、効率よく仕事するでもいいけど、うんうん、もっとストレスなく仕事するっていうことでもいいし、うん、なんかそういうことじゃないですかね。そっちの方がなんか人は動くと思うんですよ、自分自身が、うん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 、ああ、感情的な目標か。毎日おいしいって心から思えるものを食う、うんうんうん、とかの方がいいですよ、全然。泥臭さとかいうより、うん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 、あ、その仕事っていう、なんだ、その直結してないけどってこと。いや、なんかおかしいですもん、全部が大前提が。うん、要はって仕事をどう目標設定しようが、うんうんうん、なんだろう、自分の人生どうしたいのかっていうのがそもそもなかったら、はい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 、はい、なんか仕事の数字を立てたところでなんか意味なくないですか。ないね。理想がなかったら意味ないよって話。ああ、そう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 、うんうんうん、いいこと言いますね。ということで今回は理想がなかったら意味ないよっていうそういう話でした。ありがとうございました。